交わるっていう意味での交流戦が下るっていう意味での交流戦になっちゃった。どうもアトリハイです。本日もよろしくお願いします。ということでね、交流戦明けてからの2日目ということでデイ2ですけどもね、最後の試合負けてるからね、まだモヤモヤが続きますけども、今日もしっかり動画と足してね、チャンネル登録者あと1万人までね、少しずつ少しずつ増えてあと320人30人なので、今日もまだチャンネル登録してない方はぜひ登録してから見てほしいんですけども、まあ、特にドラゴンズファンの皆さんはね、もう交流戦というワードすらね聞きたくないよっていう方もいるかもしれませんけども、まあ2年前ね、ロッテと日本ハムに6連敗ババババババーン食らってね、今でもアウトロイン敗を忘れられない苦い記憶で派手でしたけどね、あの頃はっていうところで、まあ今年に関してはね、ドラゴンズ地味にね、コツコツ負け越してね、地味にね、借金を増やしていったって、貯金してくれっていうところですけどもね、絶対自分の子供にはね、うん、地味にコツコツ借金する子には育ってほしくないですけれども、ね、5球団に負け越したということで、これ球団ワースト記録ですからね、まあ、芸術点ね、ないじゃないかって言われたらね、芸術点のクソもないぞ、思んないぞっていうところなんですけども、もっと強くあれっていうところなんですけどもね、まあ、しっかりね、交流戦なんで弱かったのかね、1試合ずつ軽くね、バーっと駆け足で振り返っていきながら原因を究明して、しっかり原因が分かることで、また明日、明後日のね、後半戦への展望の動画にも繋がっていくと思うので、目を背けずにね、まあ、辛いことですけど、しっかり目を向けて、未来に繋げていくようにね、していかなきゃいけないというところでやっていきますけれども、まあね、ドラゴンズ交流戦10位ということでね、下から数えると圧倒的に早いっていうところですけど、マイナス4の借金4ですよ。で、セリーグはね、阪神がマイナス5、ただもともと阪神上にいただけあってね、あれなんですけども、巨人がマイナス1、で、広島がプラス2、ヤクルトがプラス2、DNA がプラス4っていう、実質的にヤクルト DNA が上がってきてるんで、ドラゴンズもね、もう尻尾掴まれてヤクルトと今並んじゃってますけども、まあ本当に交流戦ね、大ブレーキになっちゃいましたけどね、減速しすぎて前方の壁に顔ガーンぶつけたみたいになってますけども、本当に、うん、まあ、一人一人の天敵に関しては、昨日の動画天敵オールスターズ上がってるので、まだ見てない方そっちぜひ見てほしいんですけども、まあ、特に今日のコメント欄はね、まあ、皆さんのね、中でこう、交流戦の中でワースト試合、うん、印象に残ってるワースト試合、全然ベスト試合でもいいんですけどもね、少し明るいコメントも欲しいのであれですけども、そういうね、コメントいただけたらなと思いますけども、まあ、交流戦ね、一試合一試合振り返っていくっていうところでですね、まずはですね、パリーグ、一番大変そうだね、まあ、大変そうというか、実際って大変でしたけども、西武ライオンズね、まあ、松井監督がね、辞任する時の記者会見で言ったらあれだけど、なんか映ってるの見ても胸ギューなりましたけども、渡辺 GM になって、ね、苦しんでる中、中日が唯一セリーグの中で負け越すと、しかも中日以外で交流戦西武2勝12敗ですから、借金10だよ。で、しかも表ローテの高橋、小笠原、柳ぶつけてんだよ。負け越してんの。何をしてんの、ドラゴンズは、本当に。何をしてんの、もう。うん。ここがですね、交流戦の全ての、元本原点になっちゃったんじゃないの、原点回帰しちゃったんじゃないのっていうところだけど、うん、回帰もしてないからあれだけど、ねえ、一戦目、ヒロトがね、良かったですよ。で、リカーソンがホームランですよ。で、ミッキーがスクイズですよ。なんかこう、ドラゴンズらしい、ホームバンテリンドラゴンズらしい野球やって3対0で勝ったんですよ。初戦勝って、いけるぞって思ったら2戦目にね、左の隅田が出てきました。ね、マダックス未遂ですよ。1対0で負けました。で、ヒルマもへっつらしてます。必死さも伝わってきます。で、3戦目ね、今度こそは言うて、左の竹内、また打てません。言うてね、3対0ね、負けた、また負けた、言うてね、本当に、チャンス作るけど、安打が今度は点が取れないってもドラゴンズらしいですけどね、柳さんも踏ん張れないというところで、まあ総じてやっぱりね、チーム状況苦しい西武に対してね、この負け越してしまったっていうね、まあ、西武の必死さっていうところも出てましたけど、ドラゴンズこそ必死にやらないと、西武がね、あれだけ苦しい状況でね、必死になってるっていうのはありますけど、ドラゴンズ必死にやらないと、うん、借金4だから、借金5だから、借金6、4、5、6も分かんなくなってきてるけど、4も5、6も6か、6だけどデッドライン超えとるけど、やばいんだって、危機感持たないと、うん、それぐらい。本当に、西武のあの必死さ、持ってこないとドラゴンズにもっていうね、ところでしたけども。そして次ね、唯一勝ち越したオリックス・バファローズということで、1戦目ね、2対1でね、しっかり負けましたけども、涌井投手とカスティーヨ投手、お互いね、投げ合って、まあ、お互い貧打でしたけども、満塁でね、ピンチ、満塁はチャンスなんだけど、満塁はピンチっていうね、ドラゴンズ、教わってますけど、点が取れませんと。でね、ここね、義母選手が盗塁してくるんですけども、キャッチャーのキロタクがね、まあ、今2軍にいますけど、2塁投げて、ね、セーフになるところが、
そらしてランナー三塁まで行くっていうね、もちろん、セカンド、ショートのベストカバーっていうところもあるんですけども、で、最後、サヨナラの犠牲フライ打たれるっていうね、やっぱつまらないエラーしてるんですよ。まあ、この後ね、どんどん話していけばわかりますけど、つまらないエラーしてるんですよ。やらなくていいことやってるんですよ。で、2戦目ね、ヒットね、10本かき集めて、なんとか9回にね、駆け込み乗車で、大島のタイムリーと石橋の犠牲フライで、石橋も2軍行っちゃったけどね、2対1で勝ったというところでね、なんとかかろうじて勝てました。で、3戦目も2対1で勝つんだけど、ディカーソンのホームランで、最後の最後に中田が勝ち越しタイムリーっていうことで、ね、やっぱ中田さんがね、打てば打ちゃ勝てますわっていう、うん。確率は低いけど、打ちゃ勝てますわっていうところはね、ありますね。ね、で、やっぱりこの、見てもね、1戦目も2戦目も3戦目もロースコアで、紙一重ですけど、やっぱりこの、競った試合をいかにドラゴンズつまらないエラーせずに、ピッチャーいいからなんとかなんとか耐えてね、少ないチャンスかもしんないけど、点を1点2点もぎ取って勝っていく。これがドラゴンズのやり方じゃねえのかっていう、ドラゴンズのやるべき野球なんじゃないかっていうのがね、出てますよね。うん、わかりますよね、見れば。そして3戦目、ソフトバンクホークスということで、柳田がいないね、柳町がいるっていうところでしたけども、1戦目ね、3対2でね、負けましたけども、2対2ね、同点までは食らいついてたんですけど、8回表シュートを盗塁させたんですけど、9回の表ね、尾形選手が盗塁してきてね、盗塁シュートで刺されたのに尾形が走ってくるっていうね、結局こうベンチというかこの総力の差でね、負けましたけども、うーんっていうところで、まあ、ライデルが最後打たれたんでね、しゃあないかなって言いたいところですけど、途中でやっぱ中田選手のバント処理のね、ミスとか清水選手の暴投とか打たれるんじゃないんだよね、不本意なんだよね、こういうつまらんエラーで負けてるっていうところですよ。さっきも言ったよね、これでやらなくていいことやってるって、結構出てきますからね、この後も、うん、もう答え言っちゃってるようなもんだけどね、課題が。で、2戦目はね、石川選手が2軍になったっていう、試合前からびっくり、アンビリーバボーでしたけど、世界仰天不思議発見出れますね。世界仰天不思議発見、なんかぐちゃぐちゃに混ざってますけどもね。で、小笠原投手がね、まあ打たれちゃって、まあ5対1ですからボロ負けなんですけども、大関投手もね、まあ左、また左の先発が無理っていうことで、どうしようもないなっていうところでした。で、3戦目、ね、なんとかようやく3対0でね、コントで柳が抑えてビシエドがホームラン、こうやって打つべき人がホームラン打ってくれた時はね、勝ってるイメージですけども、これもドラゴンズらしい勝ち方ですけど、やっぱ1戦目でね、つまらないね、まあ、逆じゃなくてミスしたことによってこうやってね負け越しちゃったぞと、しかもホームでやったのにねっていうところで、十分勝ち越すチャンスあったよね、うん、あったよ。で、そしてね、4カード目楽天イーグルスということで、3カード目かね、交流戦優勝のチームですよ。まあ今思うとね、楽天さん素晴らしい野球でしたけども、ぜ決してね、なんか前評判めちゃくちゃ高かったわけじゃないですから、だったらドラゴンズもね、下馬評を覆して上行ったろうぜと思うんですけども、今井監督にね、オープン戦だったっけ、初勝利辰巳監督が上げてあげますよみたいな発言あったと思うんですけども、そんなこと抜かしてる場合じゃなくなったぞと、もう今井監督頼むから勝ちくれみたいなね、状況になってますけども、1戦目ね、2対0で負けますと、また左の先発ピッチャー早川無理だと。で、マスターに逆方向タイムリー打たれて、ふるさと納税打たれてね、2回コーヒー作られて、アウトロイハイブラックコーヒー嫌いですけど、ミルク入れるぐらいならコーヒーいらないですけどね、うん、ジュースでいいやんと思っちゃいますけども、早くね、砂糖なしのコーヒー飲んでみたいけどさ、あとエスプレッソもね、ちっちゃい器に2回のが入ってるの、何がいいのか、まだアウトロイハイはね、おこちまだから分かりませんけど言うてね。で、ね、楽天はバントも新塁打もね、好守備も見せてね、締まった野球してるんですけど、中日はバッテリーエラーで、門田くん絡んでバッテリーエラーで、涌井選手はバント決めれません。やることやってないよ、うん、やることやってないよ、今度はね、やらなくていいことってさっき言ってたけど、やることやってない。ね、細かいことができません。負けますわ、2対0でっていうところで。やっぱね、原因はあるんだよね、ちゃんとね。ほんで2戦目、2対7のボロ負けね。ここは王吾の満塁ホームラン、グランドスラムにやられた感じだけど、まあ巨人も阪神もね、被害者の回だと思うんで、まあ今日もね、慰めのコメントね、まあ、慰め合いたいなっていうところですけども、あとはね、これ字が汚くて読めませんけども、2得点っていうところで、俺字が汚くて読めねえな。もう飛ばしますわ、いうところでね。まあ、ドラゴンズね、11安打打って2点しか取れないっていうね、まあドラゴンズらしいですけど、楽天は9安打で7点ですから、まあほんとヒットは出るんだけど点が取れないっていうね、まあドラゴンズのあるある得点圏でも多分、下から数いた方が早いと思うんですけども、うん、でしかもこれ点取られてね、大量スピードがついた段階でね、マシンガン系統を使ってくるんですよ。これ今年ちょくちょく見られるんですけど、その同じ負けでもわざわざ自分たちでダメージをでかくするっていうか、もうドラゴンズの勝ち方って、ピッチャーで牙城を固めてなんとか点取って勝つじゃないですか。そのピッチャーが崩れたらもう終わりなんですよっていう中でね、わざわざまあ、それ諦めたくはないですけど、試合転換によってはね、1年間長距離走、短距離走じゃないんだから、人生と一緒で。考えなきゃいけないとこで、このマシンガン系統しちゃってるっていうのが、余計に負けのダメージをでかくしてちゃってんじゃねえかなっていう風にね、アウトレイハー思ってました。で、3戦目ようやくね、3対1でなんとか勝つんですけども、村松選手の犠牲フライとカリステのタイムリーってカリステ頼みですよ。カリステ神様、本当にカリステ今年いてよかったよね。いなかったらゾッとするわ。去年は細川選手がいなかったなんて言ったけど、今年はカリステだよ、カリステ頼むから来年も残ってくれっていうところですけどもね。ね、マスターにこの日はホームラン食らったんですけども、まだね、松葉選手を抑えて、これもドラゴンズらしい勝ち方だよね、まあ、なんとか一つ勝つのがね、デフォルトみたいになっちゃってきてますけどもっていうところで、そしてね、これ運命の5カード目、まあ、アウトロに入り一番気合入ってたよ。6年間じゃねえわ、2年間の思いをね込めてね、3年目っていうところで結果蓋開けてみたら負け越しで1勝8敗、もう
新庄監督とね、辰巳監督の試合見えるか分かんないよ、この先ね。アリエルが日本シリーズでね、戦いたいって言ってたけど、このままじゃ不甲斐ないけど、ドラゴンズいけないよ。日本ハムだけ行ってドラゴンズだけいけないよ。どういうこっちゃ、もう本当に。一戦目ね、4対0で勝ったけど、結局この日もヒロトがいいんだよと。で、カリステ田中がホームラン打って、やっぱホームラン2本出たらさすがに勝つわな、言うてね。で、エースね、なんだこれ、まあ、エースが抑えてホームラン打ちゃね、勝てるよっていうことですわ。さっきも言ったような気するけどな。で、2戦目7対0で負けました。ボロ負けです。小笠原選手がフルボッコね。神谷選手、万波選手、郡司選手、で、伊藤選手にマナックス食らって、まあまあ、どうしようもないかな。まあ、そもそも伊藤選手打ててないからね。小笠原投手が1点2点でも負けるっていうね、意図悲しいですけども。で、3戦目がね、9対4。まあ、3戦目1でも勝ち越せっていうところだったけど、周平借り捨てて、2人ホームラン打ったのに、あれ1戦目と違って負けとるやないか、言うてね。やっぱ結局ね、フォアボール出して、で、中継ぎがね、引っかかって、しかもそれ周平のエラーもね絡んでるんで、やっぱエラー余分なことやってんですよ。フォアボールねやらなくていいことやってる。でエラーでね、もうやらないことやらなくていいことやってるって、もうさっきから同じこと言ってるんですけども、まあつまらないことやってね、正直情けなかったよ。3戦目に関してはもう本当に本当にもう人一倍劣る範囲ね、ハム戦にはね気持ち入ってたから、正直ね悲しいっていうより情けないっていうかね、もうがっかりしちゃった。やっぱ3年目でね、2年間ボロボロにされてきたけど、3年間やってきて、やっぱ新庄ハムとこの立浪ドラゴンズのこの差ね、え結果で折れてるし、こう内容を見てもさ、こうドラゴンズで輝けなかったね、与えられなかった選手が一山で必要とされて輝いてるっていう、なんかいろんな意味でね、こう胸に刺さるものがあったね。うん、でね、もう最後ぐらいはなんとかしてくれよっていうところで、千葉ロッテマリーンズね、まあアウトレーン現地も一回行きましたけども、一戦目ね、一戦目相手がエラーしてくれて、自分たちもエラーしてね、もうお互い言っちゃあれだけどレベル高くないよっていうぐちゃぐちゃみたいな試合してましたけど、なんとか中田選手がね、坂本選手からタイムリーパーン打ってね、4対3、結局中田が打てば勝つんだよっていうね、これもさっき聞いたセリフですけども、つって。で、意気揚々とね、2戦目現地行ったんですけども、佐々木朗希投手が投げるって言ってたんですけど、もはや投げないってことでね、ブルペンデになったってことで、ロッテからしたらね、こう、まあ、勝てればいいですけど、こう、少しピッチャー使いたくね、全員使いたくないな、3戦目もっていうところでね、まさかの10対0のボロ負けっていうね、溜まったもんじゃねえな。溜まったもんじゃねえな、本当にもう。え？もう想像を超えてったよね。まあ、ね、ロッテもエラーしてくれたかもしれないけど、ドラゴンズも3つのエラーしてね、まあ、アウトレイハイも、現地、あれだよ、エラー全部見てませんから、もう1つ目のなんだ、メヒアが3塁投げて、あーってそれて、周平が2塁投げてランナー当てただけでも察しましたけど、残り2つのエラー見てません。もう見るに耐えなかったよ。まあでもやらなくていいことやってんの、これで負けますね。で、3戦目で気合い入れていったらね、またこれ、犠牲フライで先制点、ドラゴンズいい感じで点取ったんだけど、相手がエラーしてくれたんだけども、結局ね、祖父江投手の冒頭、これもやらなくていいことやってるよね。で、まあ中継ぎの系統を見てもね、まあマシンガン系統というか、ちょっとアウトレイハイ的には納得いかない系統で、まあ、スコアでもね、ボロ負けということでね、うん。ロッテ、最後の最後に、ね、2試合目、3試合目続けて、ボロ負けですよ。うん。まあ、もう本当に、まあ皆さんね、何回も結構同じことをね、繰り返してこうやって発言してるんでね、お分かりかもしれませんけどもね。うん。まあやっぱり、あと、プラスね、DH ですよ、DH ね。DH の成績ね、見てゾッとしたね。本当に。本当に、アウトレイハイね、一人暮らししてまだ一回もね、G に出会ったことないけど、ちゃんとこまめに掃除してるから、もうアウトレイハイ本当に G が嫌いなのね。巨人じゃないよ。全然アンチ巨人ではないからね。むしろ巨人には勝ってね、良きライバル、まあ、ライバルでもないか、ドラゴンズ下だからあれですけども、そんなアンチの気持ちはないんだけど、あっちの G ね、この触覚吐いた。この G がアウトレイハイ、もうこの世の中で一番苦手なんだけども、もうそれぐらいね、もうそれぐらいゾッとしたね、DH 打率0割6分3厘、出塁率1割4分3厘、長打率0割9分より OPS237。ひどいってもんじゃないよ、数字。もう目も当てられないよ。背けたくなるわっていうね、現実逃避したくなるわっていうところで。で、チームの投手のね、打率の成績が1割1分より、出塁率1割5分2厘、長打率1割4分8厘、OPS300、ピッチャーの方が OPS 高いっていうね、まあ、柳選手打てるけども、どないこっちゃっていうね、ほとんどピッチャーがドラゴンズだけね、DH なしの縛りでもやってるんかっていうね、これ、データから言うと本当にそうなんだよ、マジで。何をしてんのっていう。で、しかもね、最後のビジター6連戦 DH 全部いけるっていうところで、ビシエドもいない、2軍もいない、どこにいるの ?2 軍にいます、名古屋球場にいます。名古屋球場お客さん たくさん入ってくるかもしんないけど、ねえ、それはお客さん入ってくれるの嬉しいことだけど、1軍にいないと。何をしてんですか、特に石川選手。ねえ、中田選手も、立浪監督のコメントで最後のロッテの試合、なんか、どこかの体の張りがあってね、出れませんなんて。なんでさ、1軍に置いてんの、他にいるやないか、言うて。うん。いないんだったらもうしょうがないよ。もう西武みたいに言っちゃあれだけどさ、選手がもうみんなあれでね、野手いません。でもなんとか中田選手頼むよっていう状況ならあれだけどさ、ね、自分で取ってきたからかわからないけど、まさかオプションなんてないと思うけど、いるのになんで使わないんですか。しかもね、そもそもベンチにもいないっていうね、石川もビシエドも。で、最後、確か中継ぎ福谷投手は一軍登録もせずに梅野投手抹消して一枠開けた状態で戦うとかね、ナメプしてるわけじゃないと思うけど、ナメプしてる場合でもねえぞっていうね。
もうよくわからないわ、その余裕じゃないと思うんだけど、正直ここおかしいなと思ってたもんで、ね、夏目監督も我々は反省するとこあるとコメントでしてましたけど、まあ、ここが一番反省するとこなんじゃないですかねってね。うん、選手ももちろん DH の結果に応えられなかった選手自身も問題はあると思いますけども、でもやっぱりやれることやってさ、っていうとこあると思うよ、あまりにもね。うん、やっぱこんだけ DH の低いと、DH 全く活かしきれなかったとか、むしろマイナスになっちゃってるからね。相手は DH 使えんの、こっちは DH 使えませんみたいに言ってるもんだからさ、まあブライト選手も正直上がってきてさ、期待してたのに、ちょっともう全然2軍落ちちゃったけど、まだまだ時間かかるっていうか、厳しいなって思っちゃったけどさ、ブライト選手もルカ選手も出てきてくんないとさ、2021年のドラフトって思うけど、ね、まあ結果的にこうやって見てみると、勝ち試合はヒロトが結局抑えてます。ヒロトだけがって言ったらだけど、ヒロトが頑張ってますっつって。で、ロースコアの試合で犠牲フライとか打ったりとかホームラン打った試合で結局中田選手が打ってる試合勝ってんのよ。良くも悪くもね、これ我慢して、それ中田選手だってプロだからさ、何打席も与えられたら今までの経験持ってたらいつかは打つわ、いつかはな。まあだけどその確率がっていうところでさ、うん、ねえ、体の状態が万全じゃないんだったらまだ後半戦あるんだから、長い間で、かろうじて今の借金6で、まだね6でやばいんだけどさ、去年に比べたら借金去年2桁がこの時だったんだから、他の選手使って石川選手将来性もさ、若手の育成っていう意味でも当てはまるし、現状の戦力って意味でも即戦力じゃん、両方あるんだから石川選手を使わない手はないだろうって思っちゃうんだけどね。で、中田選手がしっかり体直してきたらさ、これからもっと戦力になってくれると思うから、うん、っていうところなんだけどな。で、負け試合はね、左ピッチャーが打てませんと、根本は左ピッチャーが打てないんですけども、まあ、交流戦においてね、自責点が46で失点が62なのね。12球団で最もね、1試合の平均失点とね、この自責点が乖離があるのよ。まあ、つまりさっきも言ってきた通り、つまらないエラーしてんのよ。まあ、記録に残らないエラーもたくさんあるけど、やっぱりね、ドラゴンズってそんなボコボコベコベコバッコンバンこう打てるチームじゃないじゃん。うん。まあ、多少はね、こう戦力に層が厚み出てきて、カリステとか出てきてくれてるけど、やっぱりさ、守り勝つ野球なんじゃないの、ドラゴンズ。立浪監督も言ってたじゃん、守り勝つ野球で、センターラインは固めてって言ってたけど、ねえ、うん、中日得失点もマイナス51でぶっちぎりのワーストだけどさ、やっぱ、点取れ取れって言っても簡単に打てるわけじゃないじゃん。だったら何を一番直していけるの、一番早急にね、手こ入れできるとこは守備でしょ。守備しっかりしないとっていうところで、やっぱスタメンがね、カリステもね、ユーティリティで守れてるのはいいんだけど、裏を返せばさ、スタメンが固定できてないのよ、守備ポジションが。だから毎回日替えてコロコロ変わってたら、やっぱ外野内野の連携もあるし、あえてね、まあロッテは風がね吹く球場だったけど、エラーが出るさ、誘発する原因にもなるんじゃないかなと思うんだよね。うん、やっぱりある程度固定してればね、こうたくさんなんていうの、連携っていうか生まれてくるしさっていうところで、やっぱカリステがあれだけいろんなポジションで守れてるのはいいことなんだけど、やっぱり裏を返すとね、それだけ固定ね、守備位置も固定できてないなっていうところあるのよ。まあもちろん岡林選手がね、ここまで不調だったっていうのは計算外かもしれないけど、やっぱアウトレイン範囲はね、岡林選手、村本選手、ドラゴンズのスタメン、レギュラーにしていきたいんだったら、もちろんね、借金残るから苦しい、アウトレイン範囲も買ってほしいと思ってるけど、将来性のこと考えても、村本選手、ね、岡林選手、ある程度我慢して使っていいんじゃないかなっていう。まあもちろん2軍でね、三好選手とかいると思うし、あれなんだけど、まあ鵜飼選手もブライト選手もね、こうパッとしてこないし、まあね、村本選手に関してはね、他に、まあ山本選手とかさ、板山選手とか守れる選手はいるけど、うん、石垣選手上げてほしいけどっていうとこだけど、まあ村松選手絶対去年よりレベルアップしてるし、1年間あんだけ状態いいわけないんだから、うん、その中でも打率2割6分5分まだ打ってるし、守備はレベル上がってきてんだからさ、個人的にはね、村松選手、岡林選手を我慢する気持ちはわかる、中田選手我慢する気持ちは正直わからないけど、うん、ここに関しては反対ではないなと僕は思うんですけどもね。うん、2022年も2023年も2024年もね、結局交流戦終わった時点で最下位と、ね、お前変わらんかったなって言葉ありますけど、自分で言った言葉が自分に返ってきちゃうよっていうね、そんな悲しいことあっちゃいけないでしょっていう、うん、もうこれぐらい伝えたかったかな、やっぱりね、っていうところで、まあね、打てないっていうのはもう今年始まった頃じゃないんだけど、多少はでもね、まあね、あれかなっていうところで、やっぱ直すとこはドラゴンズは基本ピッチャーよ。特に中継ぎじゃなくて先発ね。先発が頑張ってくれないと、先発が試合壊すともう無理だし、なおさら先発が試合作ってね、打てないっていう中で、守備で足まで引っ張られたら、ピッチャーからしたらたまったもんじゃないって。うん、たまったもんじゃないよ。でね、今年は柳投手は援護手もらえるけど、ピリッとしないっていうところで、ヒロト投手だけがしっかりしてるけど、ヒロト投手がなんなら年齢一番若いんだからね。本来こんな一番年齢が若いピッチャーが一番目立ったんでどうすんのっていう。本来小笠原投手とか柳投手とかそこが頑張んないといけないわけじゃん。まあ、大野投手もベテランになってきてるよね。
枠井投手もね、年齢のこと考えたらすごく頑張ってくれてるっていうところで、やっぱ今頑張らなきゃいけないところがね、ちょっと不甲斐ないっていうところ正直あるからさ、柳さんもね、弱いドラゴンズ終わらせようって言ってくれたんだし、じゃあやっぱりさ、言葉ね、言ってくれたからにやっぱ成績でも見せてほしいわけじゃん。期待してるからやっぱね、アウトレイハイも応援してるわけだしさ、ね、小笠原投手もね、ポスティングでメジャー行くのかわからないけど、行く行かないにしても、まずはドラゴンズで勝てるピッチャーにならないと、確かに援護率が低いとかね、ちょっと不遇なとこもあるけど、それでもやっぱり本当のエースって、ドラゴンズの昔の強かったところって、まあ、今特に投高打低だしね、1対0、2対0エースと投げ合う時でもさ、絶対に1点やらねえんだと、うん、それで勝っていくのがやっぱり真のエースだと思うわけよ。ドラゴンズって本当の意味でのエースがないと思うんだよね。まだ皆さんエースの基準は違うかもしれないけど、やっぱりピッチャーいい、ピッチャーいい、12球団トップクラスだとか言われるけど、意外にそうでもねえなっていう。中継ぎに結構いっぱいいるけど、先発がレベル不足になってきてるっていうね。まあだからうまくね、柔軟中継ぎからこう先発に回していくとか、先発のこのローテ再編していくと思うけど、もう一回ここを立て直していかないと。やっぱりドラゴンズの一番やるべき姿っていうのは守り勝つ野球なんよ。特にホームのバンテリンね、バンテリンでテラスつけてくれとか言うけど、ない以上は今ある環境でやるしかないんだから、うん、もちろんもっと点取っていかなきゃいけないからね。打つの待つだけじゃなくて、もう本当にね、状況によってはさ、進塁打打って犠牲フライ打つとか、うん、あのね、打つの待つだけじゃダメだっていうところもあるから、うん、やっぱ盗塁もどんどん仕掛けていくとかさ、あれだけど、やれることやっていかないと。マジで後半戦まだね、半分ぐらい試合あるんだからさ、ね、ファンも絶対に諦められないし、もちろんアウトレイヤーだって諦められないわけよ。うん、喋り出したら終わらなくなってる。ちょっと今これまとめが効かなくなってるけどさ、ねえ、交流戦は交流戦になっちゃったけどさ、後半戦は勝利戦にしようぜ、なっていうところで、まあ、いつトレードのね、ことが来るか分かんないからビクビクしながら過ごしてますけど、明日、明後日、後半戦のね、展望についてとか、何かしらね、動画を上げていくんで、皆さんもね、まあ今試合ない期間、しっかり存分にリフレッシュしてもらってね、アウトロイハイの動画も見つつ、明日からもね、またね、僕の動画にお付き合いいただけると嬉しいです。本日の最後にご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、メンバーシップ加入お待ちしております。それではまた明日、明後日の動画でお会いしましょう。またね、やっぱドラゴンズ好きだからさ、気持ちが勝手に込み上げてくんのよ。